この人はこんな人であってほしいっていう願いとかが裏切られてうまいことやってた。すごいな。バチェラー見てないやつとか意味ないな。いや見ろや。マジで。あんたらや。バチェラージャパンシーズン5の配信に先駆け、作品をより楽しむための特別講義。第2回の講義テーマは個性的で魅力的な参加女性たち。